はい、皆さんこんにちは、肌の再生医療の北条元春です。今日はですね、ちょっと変わった論文を紹介しよう、変わった論文ではないんですけど、ある論文を紹介しようと思います。クリニカルダーマトロジーというインパクトファクターが 7.4 という雑誌に載った論文になります。この論文はですね、皆さんなんとなくもやっとしていたものを解説した論文になりますね。どういうような論文かというと、睡眠と美肌についてなんですね。これなんだよっていう話なんですけども、まあそりゃ睡眠不足はお肌に悪いだろうとか、ストレスがかかったらお肌が乾燥してお肌の調子が悪くなるだろう、まあ顔の皮膚の状態が悪くなるだろうっていうことはなんとなく皆さんが経験値的に分かっていたんですけれども、これをなんとクリニカルダーマトロジーで論文にしちゃったみたいな、斬新だなと思ってちょっと斜め読みしてみました。斜め読みしてみるとですね、まあいろんなことが書いてあったんですけれども、まあ健康な白人女性60人を睡眠の悪い質の群と睡眠のいい質の群に分けたと、まあそういうような睡眠の質がいい状態悪い人の状態集めて、その肌の状態をスコアリングして、睡眠がいい群の女性の肌の質と、睡眠のが悪い女性の肌の質の状態、まあ、60名を分けて調べたという論文になります。でもこれでインパクトファクター 7.4 の論文に出るんですから、結構なインパクトがあったんでしょうね。で、まずじゃあ質のいい睡眠の定義になります。でこれはですね、単純にズバッといい睡眠悪い睡眠って個人的な主観が入ってくるので、これはサイエンスではないですね。ですのでこれはまあズバッと時間で切っています。5時間以下の睡眠というものは、悪い睡眠という方に分類してます。で5時間以上それ以上の睡眠は、まあ、いい睡眠という分類してます。いい睡眠かどうかは分かんないです。本人にとっては6時間寝てもああ寝足りないっていう人もいれば、4時間寝てもうわーよく寝たっていう人もいるんですけれども、そんなものは個人の主観なので、ズバッと切って睡眠の時間5時間というところでズバッと切って、5時間以下の人それ以外の人ということを分けてます。ですので、2群に分けられた時点で、中には自分的にはいい睡眠なんだなって思う人もいれば、自分的には毎日が睡眠不足なんだなっていう人も入ってます。まあそういうものを、まあ、主観から排除するというのがサイエンスの原点ですので、それでいい睡眠と悪い睡眠を分けたと。で次にですね、非侵襲的なスコアリングというものも重要になります。これはですね、肌の老化しているというのを主観を入れるとなかなかこう評価できないものですので、あるスコアをスコアリングします。でここでですね、私斜め読みだけしたので、サイネクシアというようなスコアを用いてスコアリングしてます。これも客観的にスコアリングします。例えばですね、老化というような抽象的な概念ではなくて、いろんなスコアリングすることがあるんですね。1番目、例えば、角質の水分含有量とか、2番目、皮膚の粘弾性、まあ弾力、まあ、変形具合とか、そういうのは客観的にデータで取れる数字を、まあ、内因性外因性で、まあ20個ぐらい上げて、皮膚の色調もそうですよね。それから、多分メラノサイトの、正常性を示すたびに、こう私もまあ年を取ってくると皮膚の正常っていうのが白く抜けているところもあれば、皮膚の色もあるし、まあ茶色くなっている、まあし、あのなんていうかね、シミみたいになっているところもある。これはそのメラノサイトの機能不全を表しています。今白髪もメラノサイトの機能不全ですから、そういうような皮膚の色調の均一性みたいなものもスコアリングしてですね、こう客観的に数値化できるものをまあ20個ぐらいスコアしたと。で、睡眠時間によって2群に分けたと。でそれから、その2群に対して、非侵襲的なスコアリングで皮膚の状態の数値化を行った。でもちろん当然、皮膚の正常の色素のばらつきが少ない方が若い、まあこれが若いかどうかは別としてスコアが高いというような判定をするわけですね。でそういうようなもの、それから皮膚の粘弾性、こう引っ張り上げてこう容易に引っ張り上がるような皮膚というのはですね、これは若くないんですね。弾力性がある、若い皮膚というのは引っ張り上げようとしても容易に変形できない。それから変形したものからすぐ戻るっていうものも、これも若い年寄りというもので特徴的なものですから、
変形のしやすさ、それから変形したところからの戻りやすさみたいなものもスコアリングして数値化していきます。でバーッと数字を出していくと、そうするとですね、なんと結果が出たんですね。睡眠の質がいいか悪いか分かんないですけど、睡眠の時間が少ない方がスコアが悪かったという結果が出ました。睡眠の量がそれ以上の方はスコアがいいという結果が出ました。でこれはですね、いい悪いというのもすごく科学的手法があって、パーセントで定時ではないですね。統計学的な手法といって、危険率 0.05 によって言える言えないみたいなことも解析してます。でどういうことかというと、まあ、ある程度の統計学的に、まあ、年齢をズバ、あ、年齢じゃなくて睡眠時間をズバッと、まあ、白人女性60人、まあ、ランダマイズして集めてきたと。で、まあ、白人という人種を統一してるんですね。これも一つのキーなんですけど、それを人群に分けた、睡眠時間に分けたと。で、なんて言いましたっけ、これはですね、サイネックさんというようなスコアリング、これはこの著者らが独自に開発したスコアリングですね。肌の年代性ならば、この点数をつける、皮膚の色素の揺らぎだったらこの点数をつけるみたいなことで客観的に点数をつけていった。でそれで統計が出るわけですね。で最終的にものを言うときに危険率という概念があります。 P の 0.05 という概念なんですけれども、確かになんとなくパーセンテージで言うと睡眠がよく取れてる方が若々しい肌のスコアになるのかな。でスコアが高いな、平均値が高いな、でこちらの方の睡眠時間が少ない方が平均値が低いな、これ科学じゃないんですよ。平均値は科学じゃないですから、これが結論を導き出すときに危険率という概念を出します。この論文は 5% の確率で間違ったことを言ってますけどいいですかという前提のうち元で結論を出します。だからこの論文は 5% 危険があるという意味合いですね。 5% 危険があるだけれども 95% のこと確率でこの論文は言ってることは正しいという、そういうような二者択一を我々に示しています。まあ、大体論文というのはこういうような構成でできているんですけれども、これで結論としてはやっぱり睡眠時間が少ない方は老化が早いだろうというような結論なんですね。ただこれは1個の論文ですし、今言ったように危険率何パーセントで言っている話ではないですので事実ではないです。事実というのはどん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 後から検証していく、それから再現されていって、まあ、この説が、まあ、今言った説が正しくなっていくということにはなりますけど、ただ個人的にはですね、睡眠時間が多い方がそれは若いだろうって、もう当たり前のことなんですけども、まあ、こういうことを地道なことでやるのがサイエンティスト、まあ、医学者ということにはなります。まあ、一つの分野で非常に面白いなと思って、面白い論文を発見したなと思ったので、紹介してみました。結論としては何のことはない、よく睡眠をとればアンチエイジングになるという結論で、まあ、結論はしょうもない結論なんですけども、その過程が面白かったので今日は、解説してみました。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。